作戦開始ポイントに到着しました。総員戦闘配置についてください。こんにちは、サナエです。こんにちは、ハシルバッフ。出撃する機体を選択してください。今回の夏はジャブローになります。あら、ラルさん、出撃する地点を選択してください。強化されたんですのね。そうなんす、 GP 貯めて強化したんすよ。まだフル強化できたのはザクワンだけっすけどね。では他の機体はまだ未強化ですの？ザク 2F 型銃撃装備はレベル16で強化途中っす。ザクタンクはキンズなんでほぼ未強化のレベル4。キンズが出るのを待ってるっす。ザクワーカーは最初からある機体で未強化っす。キンズすら持ってない状態っすよ。まだ完全に機体が揃ってないんですね。出撃準備完了、発進してください。ザクワン、ハシルバ、出るっす。現時点をもって待機命令を解除、全軍出撃せよ。とりあえずザクワンはまともに使えるようになったっす。でも足が遅すぎて初動で本拠点突とかは全然間に合わないっすね。あら、でも今3位につけてますよ。今の順位なんてたまたまっすよ。でも気分はいいっすね。このまま拠点3に向かうっす。了解しました。ラルさんを気をつけて。この拠点配置のマップだと拠点3を中心に KD 戦になりやすいんす。先に拠点3を抑えた方が有利なんすよ。ジオンが先に制圧できましたね。あとはネズミに気をつけながら防衛するだけっす。指揮官がいれば色々できると思うんすけど、今回はいないっすからね。できるだけ拠点さんのそばで戦いながら一位を目指していくっすよ。ガルさん、ジャブローには置き忘れですのね。実は全然通りないっすよ。サナエさん、兄貴の戦闘メモが出てきたんすよ。それは素晴らしいですね。どんなことが書いてあるんですの？ジャブローでドムキャノンを使った時の記録だったっす。そういえば、お兄さんのラルさんは、UPF 名になる直前に、ドムキャノンを使ってましたね。そうだったんすか。知らなかったっす。攻撃ポイントがメモしてあったんで、今日は、そのポイントで、ザクタンクを使ってみるっす。かつて、お兄さんが戦ったポイントで、今日は、ラルさんが戦うんですね。そういうことっす。でも、その前に弾薬補給したいっすね。あらら、リペアポットが消えてしまいました。仕方ないので、一度本拠点まで戻るっすよ。ありがとう。まだ、マシンガンで戦えるのではないのですか？もちろん、マシンガンで戦ってもいいんすけど、火力のあるグレがあった方がいいっすからね。現在6位ですよ。できれば、このまま上位をキープしたいっすね。ザクワンで、もう一機落とすか。やられたら、ザクタンクに乗り換えるっす。そして、お兄さんの通った道を、ラルさんが行くのですね。兄貴に、必ず追いついてみせるっすよ。ラルさん、応援していますよ。そういえば、ザクワンのメイン武器は、マシンガンしかないんですの？他に、ショットガンがあるっすよ。ちょっと待って、相手を狙うっす。1機目、撃破っす。サナエさん、ショットガンの方が、近づければ、火力があるんすけど、僕が、マシンガンを選んだ、最大の理由は、アシスト狙いなんすよ。各部隊慎重に動く。マシンガンなら、遠くの敵に、一発当てれば、アシストに繋がる可能性がありますからね。これも初期機体で防衛をキープするための戦略の一つなんす。とても地道な努力をされてるんですのね。まあそういうことになるっすね。一度戻ってザクタンクに乗り換えるっすね。
お兄さんの戦闘メモは、詳しく書かれているのですか？いやー、それが、簡単なさすり書きなんすよ。メモに書けるかどうかは、僕次第ってことっすね。とにかく、やってみるっすよ。拠点艦を制圧している場合は、この先っすね。この辺りで砲撃しろと。違うな、もう少し先っすね。あ、ここっすね。簡単な地図に印がついてるっす。さっきお兄さんが、この場所で砲撃していたんですね。この場所で、周りを警戒しつつ、拠点に周辺、または拠点にから3に向かう敵を撃つべし、と書いてあるっす。具体的な攻撃地点は、書いてないのですか？書いてないっすね。おお、撃破取れたっす。あとは、試行錯誤やってみるっすよ。デッキ破壊とか、地味に取れてるっすね。デッキがそばにいるって、証拠なんですね。そうっすね。続けて攻撃していくっす。デッキ破が取れなくても、ダメージを与えておけば、それだけ味方が楽になるっすからね。他にも、固定砲台を破壊しておいたりも、攻撃の役割だと思ってるっす。そうそう、周りの警戒もしておかないといけないっすね。2機目、撃破っす。攻撃っていうと、地味に思いますけど、意外にも、奥が深いのですね。釣みたいなもんすかね。じっとしているように見えて、実は、いろいろ攻めていかないと、釣れないみたいな。ヤルさん、釣りもやるんですよ。昔、兄貴に釣れられて、やったことがあるっす。ありがとう。ちょっと、弾薬補給したいっすね。そういえばラルさん、私、前々から、お聞きしたいと思っていたことがあるんですの。こんな時に、こんなところでなんなんですけど。なんすか？サナエさんの頼みなら、何でも聞くっすよ。国本層ですの？何でも聞いてくれっす。ラルさんは、今現在、お付き合いされてる方とか、いらっしゃるのかしら？いや、いないっすよ。本当ですか。では、過去に好きだった方はいらっしゃるのかしら？そうっすね。好きだった子なら、いたっすよ。ただの、片思いっすけどね。よかったです。ラルさんが片思いした方は、どんな子でしたの？見せて欲しいものだな。僕より、多分スタッフ、めっちゃしたの。金髪の、綺麗で、可愛い子だったっすよ。金髪の上に綺麗で、しかも可愛い子。そんな三段活用な子が、この世にいるのかしら？いたんすよ、それが。兄貴と一緒に、兄貴の友人宅に、行った時のことっす。もう何年も前の、話になるっすよ。本当あの子、綺麗だったっすよ。確か名前は、ジョブジョー。ああ、いや、全然違ったっす。もっと聡明な、綺麗な名前だったような。ダメっす、全然、思い出せないっすね。金髪、綺麗、可愛い。さん、さあ、さん、さなえさん、さなえさん。あら、私としたことが。大丈夫っすか、さなえさん。ちょっと、ぼーっとしてしまいました。おーほっほっほ。やはり殿方は、金髪が好きなんでしょうか？金髪っすか？金髪の子見ると、ちょっとドキッとするっすけど。別に、好きってわけじゃないっすよ。それは良かったです。何が良かったんすか？なんでもありません。それで、その後、そのことは、どうだったんですよ？その時、一回しか会ったことがないんすよ。なんだー、そうでしたの。ラルさん危ない。
丈夫ですよ、かなえさん。ちょっと、びっくりしてしまいました。それで、待機の時ね。先生しながら交代して、弾圧補給してくるっす。やっとっす。一撃で、二撃破。ラルさんお見事です。まあ、偶然っすけどね。偶然を味方につけるのも、必要だと思います。かなえちゃん、いいこと言うっすね。そう、それほどでは、おおほっほっほ。ラルさん、現在8位です。了解っす、まだ上位にいるっすね。もう一度、お兄さんのポイントに、向かわれてはいかがでしょう。そうっすね、行ってみるっす。攻撃しながら、向かうっすよ。攻撃機ならではの、移動方法っす。なるほど、他の陛下ではできないですね。タンクに乗ってるときは、タンクにしかできないことを、やるようにしてるっすよ。これも、位置に当たるために、必要なことと思ってるっす。とにかく、できることを何でもやるんですね。一言で言えば、そういうことっす。味方が、予選2のそばまで、攻めてきてる今は、チャンスかもしれないっすね。兄貴のポイントを、信じるっす。おお、やったっす。7機目、撃破っすよ。ラルさん、お見事です。これは、振り返る、入れ食いっすね。こういうのを、入れ食いって言うんですね。そうっす、入れ食いっす。やっほー。楽しいっすね。まだ続くんでしょうか。続いたっす。本当にお見事です。おっと、どうやら、ここまでのようっすね。今の入れ食いは、すごかったですね。もう来ないっすかね。弾も切れたし、弾薬補給に戻るっす。すごかったです。私、久々に、興奮してしまいました。ラルさんは、こんな後も冷静なんですね。そうっすね、男なら、いつだって冷静に。こんなところで、オーバーヒートしてますよ。いつだって、冷静っす。さなえちゃん、呼吸感が消えたっす。ラルさん、もしかして、道に迷ってるんじゃ？そんなことないっすよ。あの奥に、呼吸感があるはずっす。ラルさん、1位になってますよ。あれ、呼吸感が消えたっす。ラルさん1位。興奮のあまり、完全に道に迷ってますね。呼吸管が消えたっす。呼吸管なら、あの奥にありますよ。あったっす、呼吸管。ふう、完全に、道に迷ったっすよ。あのポイントから、ここまで、何度も補給に来ているのに、冷静なラルさんを、ここまで狂わせてしまうとは。入れ食いとは、なんと恐ろしいのでしょう。さなえちゃん、今の入れ食いで、何位になってるっすか？はい、入れ食い直後は、1位でした。やったっす、1位っすか。いいえ、ラルさん、現在は2位に落ちています。そうっすか、2位なんすね。ラルさん、2位でも、十分すごいんですよ。もちろん、わかってるっすよ。でもね、さなえちゃん、今回1位取れなかったら、こんなチャンス、なかなかないんすよ。ベスト10に入れるってことと、
一人当たりってことは、全然自分が違うんすよ。なんとか、今回のチャンスを、ものにしたいっすね。でも、巨人さんは取られています。もうお兄さんのポイントは、使えないのでは？そうっすね。使えないっすね。では、私は、どうしたらいいのでしょう。最後まで、諦めないでほしいっす。サナエちゃんが、僕のそばで、笑顔でいてくれるのが、一番の力になるっすよ。本当なのですか、ラルさん。もちろん本当っすよ、サナエちゃん。では、できるだけ、笑顔でいますので、どうか、一位を取ってくださいね。そう、その笑顔っす。兄貴もポイントで、攻撃のコツは使うだっすよ。今度は、それを、応用するだけっす。見せてほしいものだな。コーラの働きを。残り5分を切りました。大丈夫っす。5分あればどうにでもなるっすよ。敵エース機の撃破に成功しました。でも玉切れはどうにもならないっす。一度呼吸に戻ってください。敵エース機の撃破に成功しました。いけねえ、また間違えたっすよ。ラルさん、かわいい。ここの入り口は、間違えやすいっすね。ラルさん、現在3位です。サナエちゃん、笑顔、笑顔っすよ。はい、では最後まで、笑顔でいることにいたします。ラルさんのために、私にできることは、このくらいですから。巨人さんを取り戻せるようにやってみるっす。戦略兵器が出ているようですが、危機感不在の中で成功させるのは難しいかもしれないっす。敵を巨人さんに集中させるという意味でも巨人さん制圧は必要だと思うっす。そうすれば南側から戦略兵器が通りやすくなると思うっすよ。まあ敵の戦略兵器にさえ気をつけていれば勝てると思うっすよ。あそこの敵を落とすっす。やったっす。北側にレーダーがないのが心配ですね。敵エース機の撃破に成功しました。確かにそうっすね。回復感謝っす。レーダーは持ってきてないし、今の僕にできることをするだけっす。私も、今の私にできる、笑顔をするだけっす。サナエちゃん、最近、僕の真似するようになったっすね。そうっすか？だんだん、笑顔が引きつってきたっす。私の笑顔に、効果はあるのでしょうか？それは、今からわかるっすよ。あと3分切りましたね。私の笑顔、なんとか持たせなくては。これもラルさんが、位置を取るために必要なこと。サナエちゃん、ありがとうっす。各部隊慎重に動く。僕も、最後まで頑張るっすよ。ラルさんに。今のはやばかったっす。いけない、笑顔を崩してしまいました。修理に戻っておいた方が、いいと思います。了解っす。おお、撃破したっすよ。サナエちゃんの笑顔のおかげっす。拠点の防衛を優先。それは良かったです。連邦に触れてやるものなど何一つない。2分を切りました。了解っすよ。現在2位です。迫力を直接拠点さんに打ち込んでみるっす。そろそろ笑顔にも限界が。いえ、だからこそ頑張らなくては。ラルさんも、頑張ってるのですから。サナエちゃんの努力に、なんとか応えていくっすよ。私だって、負けてはいられません。サナエちゃん、最後まで、一緒に頑張るっすよ。はい、ラルさん。ラルさん後ろ。マジっすか？
味方に感謝っす。残り1分です。あのタンクを狙うっす。お見事です。迫撃機と炸裂を交互に撃っていくっすね。撃破破壊ポイント入ってますよ。そして撃破、お見事です。拠点取れそうっすね。僕も向かうっす。拠点取れましたね。僕は間に合わなかったっすね。タンクではしょうがないですよ。後気になるのはナルさんの順位だけです。最後に見た時は死んだんタンクよね。はい、そうです。軍は勝てたみたいです。ワダ軍の勝利です。よかったですね。お疲れ様でした。さて、何位でしょうか。この戦闘の戦績報告です。やあ、やったっす。兄貴、相当1位取れたっすよ。この戦果、自分一人の力と思わぬことだ。お前の仲間が勝たせてくれたのだよ。ラルさん、本当に、本当にお見事です。すごい戦果を上げていますね。記録更新が楽しみです。サナエちゃん、今までありがとうっす。ラルさんどこへ。視聴者の皆様、ただいま不測の事態が起こっております。1位を取ったばかりの、ラルさんが、いなくなっちゃった。とりあえず、ご視聴ありがとうございました。私のラルさんが、すっきりしたっす。もう少しで、もらったところだったっすよ。開封するコンテナを選択してください。ラルさん、お手洗いだったんですの？そうっすよ。